成平道とは、平安時代の貴族、歌人である、有原の成平が、山和国と河地国を行き来した際に通ったとされる、道筋の総称。その道筋は、下記の通り諸説ある。有原の成平とされる人物が、自邸のある、山和国から、河地国へ通っていた記述が、伊勢物語や、それを元にしたの、脳、用局、井津、山和物語。 河内名所図へ、河内官名書記などに記され、書位、成平の高安通い伝説の根拠とされている。伊勢物語において成平は、高安郡にある、玉の親神社参拝の折、神立村の福屋という茶店の娘、梅野に恋をして、八百屋も通い詰めた。伊仏では、平岡明神も大の途中で、高安の女と出会うことになっている。なお、 その道筋については、記述や解釈により大きくは二手に分かれている。天理市一ノ元町からイカルガ町、立田まで、ほぼ東西にまっすぐ通っていた。上履性に沿った直線で構成され、いわゆる横王子に沿っていたと考えられる。途中のイカルガ町の東部に高安と呼ばれる地名があり、この地に、成平の高安通い伝説が伝わる。成平が、 川地国へ通った、際の通り道だったため、村の美人たちは成平に連れて行かれないようにするため、顔に鍋墨を塗ってわざと見にくくしたという。後に村人は、成平のことを忘れないように地名を高安村と、改めたという。地区内の富尾川に架かる橋は成平にちなんで、成平橋と名付けられた。イカルガ町西部を流れる竜田川を題材とした歌を、 成平は残している。この間で二通りのルートが伝わっている。十三峠越えいわゆる十三街道を通る道筋であり、そのまま目的地である神田千茶八辻にたどり着く。恋に冷めた成平が逃げ帰ったとされる道筋は十三峠越えの少し南の大東越である。玉の親神社には成平が娘を呼び出すために吹いた笛が伝わっている。 大剣軍経由大剣軍を通り、大剣軍太平寺から北上する。東高野街道よりは、東の山側を通っていた。柏原市太平寺にある、石神社のそば、太平寺海館横の道が、成平道であるとされる。また、柏原市大剣には、成平の河碑が混流されている。しかし、柏原市北部から、 やおしにかけての道筋ははっきりとは残っていない。チューブコース、13街道と、成平ロマンの道。ありがとうございます。